皆さんこれ何だか分かりますか、この青いライン。マダイ。ああ、本当だ。それでは本日もよろしくお願いいたします。あ、すごい塩の匂いです。さあ、席空いております。何にするの？白いじゃん、見て。うん。どうする？やわやわとうどん？うん、それともお刺身定食？地魚盛り。やわやわとうどんにしとく。ああ、それでいい。冷たい方。そうです、冷たい。はい、やわやわ。はい、どうも。はい、マダイ、コショウダイ、サワラ、ブリになっております。はい、どうぞ。さて来ました。あ、すごい熱い、どんぶりが。ん、マダイ、コショウダイ、ブリ、サワラ。マダイ、コショウダイ。あ？中華セット。ブリセット。はい、どうよ。そんな食べて大丈夫？よう噛んで食べろ。すごい。いやいや。だけどな、ないんだね。細いに白エビの唐揚げとネギとミョウガと。あ、セミチュー。いただきます。めっちゃうまいよ。あげようか。ブリ。ごそなんだ。あ？ごそ。サワラ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本日は氷見うどんとやわやわで。Thank you.
こ行かんと起きちゃうわ。もうナンバーの色やったけど、リカヤマっていうか。こっちでも。こっちこのちった。角、ね、まあマグロもないぞ。サーモンだるいか、うん、今どこ取っとるか分かってる。ここにドリンクもある。さあ、岩ちゃん、ホタルイカの仕込みご飯。デザートはアップルパイとティラミスと何だったかな、なんとかプリンチョコレートのわらび餅と飲むみたらし団子です。エスカレーターだ。
そうだよな、ドキドキするな。完璧な母って書いてある。岸壁の母のモデルは舞鶴港の引き上げ船のモデルのはずで、ここにあるのは何でかなと思ったら、橋の伊勢さんという方がご当地の出身なんで、ここに火があるということを後で知りました。まずこれだよな、ここが一番端だよな、ここが一番端。来てねえかな。まあ、ちょっと行きましょう。これはどこが管理してるんだろうね。さあ、もう少しだよ。あ、そこだけ直したんだな。からここまでのあんだけだもんな、見えるかな皆さん。
皆さん分かりますかね。これが460m。チャレンジしてトレーンだったら買っていくか。絶対トレーン1枚か2枚でもいいんだ。500円とか1200円とかいろいろ。絶対ここだって用意。入れた。ウミガメ募金箱に今入れましたよ。だから翡翠を取りに行く。ほら、全部翡翠に見える。怪しい。ほら、これが普通じゃねえか。おお。